競馬ファンの皆様、こんにちは。競馬ブック TM トークの時間がやってまいりました。今回は3月5日日曜日に中山競馬場で行われます。弥生賞ディープインパクト記念を展望していきます。出演者の紹介です。研究ニュース日本局所属、萩原休者、 大竹厩舎、菊沢厩舎などの取材を担当されていますえー、楽勇気トラックマンの解説進行は研究ニュース藤原でお送りいたしますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えー、弥生賞ディープインパクト記念まあ、ご存知の通り三着までに入りますと佐月賞の優先出走権を獲得できるというトライアルレース一昨年はまあ、勝ち馬が同年の菊花賞場に、ね、輝いたと そして昨年は2着、ドーデウデュースが日本ダービーを勝ったということで、この年のね、クラシック戦線を狙う上でもね、注目の一戦となるのは間違いありませんね。この後、A 楽トラック版の解説、そして予想の方、一体どうなるのか、こちらどうぞお楽しみになさってください。えー、その前に、前回の結果発表です。前回、日本史局からは中山記念、こちらのね、展望をお送りいたしました。え、出演した、K、ケワウク、アンナカトラックマンの本命は、 サニングローズ、カチューマン、タトラックマンは本命相場バリアットだったんですがね、二人ともこう的中になりませんでした。今週はちょっとなんとかね、え <laughs> あの、しっかり的中させていただきたいと思いますけれどもね、以上先週の結果発表でございました。さあ、ここからは、やよい賞ディープインパクト記念の展望に入っていきます。研究ニュースの島石、競馬ブックの当日版、こちらのね、レース単表なんですが、うん、上位き 実績面で頭一つ抜けた存在はいると思うんですがね。ただ実力きっ抗のムードメンバーということなんでしょうか。えそして中山芝内回り2000メートルのコース解説。スタート直後が上り坂で先行場のペースアイ分が難しい。 展開が鍵になる追い込みバワフリということです。さあお待たせしました。エイラクトラックマンの予想印の方を発表してまいります。本命が4番のトップナイフ、対抗が6番タスティエラ、黒三角2番ワンダイレクト、以下1つ番レボルタード、当番グリューネグリーン、7番ゴッドファーザーまで印を6等もらいました。 イラクさんトップナイフ前走ホープフルステークスは本当に悔しい悔しい2着だったと思うんですけれども押し切ったと思われました本当ゴール寸前ねかわされて惜しい2着でしたねここは本当はキングズレインとかねグランビノスとかねなかなかの卒場がね出走予定してたんですけれども直前になって回避したまもいますしね頭数的にはね寂しくなりましたけれどもその中でねトップナイフの実績というかねここにきて本当に力つけてますんでねこの中心は 揺るがななないいんじゃないかなと思って本命にしましまた、うん、従者の談話でもこう線が細い印象だったのがすごくね,ねパワーアップがしてきたと、はい、札幌でね横山和夫騎手がこの馬乗って勝ったんですけれどもね、えー、横山和夫騎手もねその頃とは馬がやっぱり違うというふうにね 話しししてまたね体重もねその頃から比べると10キロほど増えてますしね決して太くはないですしまあ調教の動きもね非常に力強いですしね救世のコメント通りね成長してるんだと思いますね重症はちょっとね京都2歳ステークスホープステークスを2着2着ですけれどもそうですね京都2歳ステークスはね4コーナーでちょっとこう内から張られるというかねごちゃついてそこで一旦こうたずの引くね不利というかねありましたからねそこから立てて直し カチューマの、ね、グリューネグリーンに際どく迫りましたので、ねはい、そこがスムーズだったら勝ってたのでは、はい、という、ねうん、内容でしたし前走も先ほど言いましたように、ねはい、本当にもうゴール寸前でしたからねか、はい、されたのはねここを勝ってクラシック皐月賞へというところで私ちょっとね個人的にあの同じ困窮者でこうデビューから。 10戦目に NHK マイルカップ勝ったこうディープスカイとね、こうイメージがダブルところがあって、この場ももう3戦目で初勝利を上げて、うん、もうすでにね、7戦を消化しているんですけれどもね、うん、今のこのトレンドとは逆行しているんだけれど、ちょっとその個性派といいますかね、うん。そうですね。ええー、ちょっとね、こういう馬がクラシックに乗って主役でね、竜技場ダービーにそこも進めてほしいなという、個人的な思いもありまして、はい、横山のりひろ師とのコンビも注目ですね。はい、トップナイフの本命の根拠でございました。そして対抗が関東馬、タスティエラですね。うん 前走はね、はい、共同通信杯、新馬戦勝って以来、ちょっと間空いてたんですけどもね、はい、も思ったようにね、前に行けませんでしたしね、途中から行きたがる馬が外から動いていって、そこで伸びては来たんですけれども、うん、上がりが早くなりましたし、壊、はい、われるとちょっとこう、ふらふらするようなね、若さも見せてましたしね、うん、仕方がないかなという結果でしたけれども、うん、この馬もね、若いということを考えると、伸びしろというかね、はいうん、ま十分あると思います。一度使われて、今回の方が、 走れるんじゃないいかと思ました前走も2着タッチウッド3着ダノンザ対方もほとんど差はなかったですもんね。DDSP のね症状があるということなんですけれどもそれでも走ってますし今週の追い切りではね前走よりもその症状も軽かったということなのでね実際結果も出てるんでそれほど気にすることはないと思いますねなるほどこちらもねここで権利を取ってというところはあると思いますんでね。 取りたいところでしょうね、はい、しっかりと仕上げてきたというところタスティエーラが対抗えそしてえ黒三角ワンダイレクトですねはい前走我が駒ステークスで、ね、はい、ステクス、えー、追い出しをちょっとこう待って、はい、直線で、うん、で抜け出して、はい、もう押し 切る寸前だったんですけれどもね勝ち馬マイネル・ラウレアの強襲にね、はい、会いまして花沙の2着だったんですけれどもこちらも本当に勝ちに等しいというか、ねはいえー、内うとちょっと離れてたんですけれども馬体、ね、がね合ってればねまた結果も違ったかもしれませんね、うん、なるほどなるほどルメール騎手に今回手綱が戻るというので新馬戦勝ったのはルメール騎手ですね,、はい、ですねワンダイルドあの破裂がこちらレース名にもなっておりますねディープインパクトということでね、うん、個人的にもちょっと前走は私も破沙 ちょっと離れていなければという内容でしたし反応もすごくいいですし全身規制も強い馬なので中山内回りも柳楽さんこれは問題なさそうな気がいたしますね思いますね先行力もありますしね、えー。このままね、結果を出したいというところワンダイレクトが3番手4番手未勝利を勝ち上がって 休まませてここに臨んでできしたレボルタードすね上位に取り上げた3頭からちょっと差はあるかなとは思うんですけれどもこの馬もね前回勝つのは勝ったんですけどもちょっとこうね後ろ3番手以降をね離して前に2と行ってそれで折り合って抜け出したっていう感じなんですけどもねポテンシャルはかなり高いと思うんですがそういうコントロールの難しさというかねかかるところがあるんでねその点がここでどう出るかなんですけれども横山武吉騎手なんでね今回はね。 一番一枠一番に入りま馬と喧嘩するんだったらそのまま鼻を切るから <laughs> なるほど。あると思いますし、はい、まあここある程度ね先行馬が揃ってるので、はい、何が何でも行く馬はいませんけれども、えー、ある程度の流れにはなる。 前に馬を置けば売りやすどなると思いますしあ、まあ、そのポテンシャル通りの走りができれば怖いいかなと思います向きにならずにレースを運べそうということで、はい、その横山武史騎手といいますと、まあ、タイトルホルダーで一昨年ねこのレースを逃げ切っておりますんでね,でね確かに一枠一番でもしかしたら本当行く可能性もあると思います。 というころレボルターーードででございますすそしてググリリュネンねこの馬もね個性的でね京都2歳ステックス勝った時もね直戦時ちょっとこうふらっと外にね行って迷惑をかけてましたけれども前走ホークフルは大敗したんですけれどもね馬込みでもまれ込むというかねそういう形になって負けたんですがここは面の若さというかねそういうとこは残ってるんでね全幅の信頼はおけませんけれども実績だけ見るとねやはりここではねまあは 必要だと思います、ね、そうですね、重賞を買っておりますし、まあ、実際、まあ、いろいろありましたけど、トップナイフには先着していると,、はい、ううというところ、そして、えー、最後の印になるんですが、エラクさん、取材を担当されている、のゴッドファーザーザ、はい、前回ね、福島で2勝二戦を勝ったんですけど、はい、その時はね、はい、メンバー的にはちょっと恵まれてたんでね、うん、まあ当然かなと思いましたけれども、えー、まあ新馬戦はね、えー、3着に負けたんですけれども、う 1>, もう1、2着はもうすでに2勝してますし、ねはいはい なかなかのレベルでしたね。はい、そこからね、一息入れて、えー、本当は秋の東京、百日総特別で復帰予定だったんですけれども、はいまあ、なかなか体調が上がってこないということでね、まあ一旦仕切り直して放牧に出して、ここ目標に調整されてました。まだね、こう、若さが残っててね、若さというか、心身ともにね、はい、成長登場ではあるんですけれども、はい、まあそれを差し置いても面白いね、素材だと思いますね。一周、うん、前、 ぐらいはねまだね体重も重かったようですけれどもビシッとね追われて絞れてきましたし今週は本場でね早いタイムが出たんですけども内ちを回りましたしね旧車のその思惑としては調整程度というかねダメージを残さないような調整ということだったようですねそういう時計が出るんですからやはりポテンシャルはね決めてると思いますね。 先物買いという感じも。なるほど。まあちょっと、資金石と言いますか、力試しの部分もありますけれども、先々、ね、も楽しみな、素材ということで、はい、まあちょっと調べますとね、あの、瀧浦孝と萩原長教氏のコンビというのはですね、ここまでね、15勝を挙げてましてね、連帯率が実は40%あるということで、私ちょっと個人的にまた思い出すのが、2008年、 ロジユニバースが阪神でデビューした時の実は手綱を取ったのは竹豊ジョッキーでその後ダービーバリというところでねそんなちょっとことを思い出した久しぶりのえこの萩原久美の管理場にね竹豊ジョッキーが乗るというのもねちょっとこちらも注目ポイントかなというふうに思います以上ねラクトラックマンに予想印そして各部の解説をいただきましたそれでは注目の解明の方は CM の後です エバブックプリント。それではエラクさん、野球賞ディープインパクトへの解明をお願いいたします。トップナイフ人気でしょうからね。うん、そこから絞って買いたいですね。馬単、はいまあ、で、はい、その上位の2頭、4番から6番と6番を本線に2番、2> うんえー、それからまあ3連単ですね。はい、4番を頭に。一着ちで,で。 はい、1着固定。はい。あと2着を6番、2番。そこから印のついたところに、えー、1番、はい、10番、7番、2番、6番と流すと。これで10点ですかね。そうですね。はい。全部足して10点ということで買い、はいとい絞って、はい、絞った買い目フォーカスもらいました。はい、えー、せつながら私も本命馬だけ紹介させていただきます。本命はね、ワンダイレクトにいたしました。えー、先ほどもちょっと動画の中でお話ししたんですが、まあ、おととしがタイトルホルダー、昨年がアスク、ビクトア・モアと2年続けて、同年の喫下勝馬を輩出しているレース。 さらにね、3年前の勝ち馬、里のフラッグも、菊花賞でね、3着に構想ということで、例年、ね、道張るになりやすかった、昨年確かね、風が結構強いなかったような気がしますね。それでもう、極端にこう緩みのないペースにね、ね年ね、なるなどして、上がりのね、速さだけではこう乗り切れない。 というケースが多いのかなと。スタミナも問われるレースなんじゃないかなということで、スタミナケットね、今年探したんですけれども、えー、残念ながらしっくり車が、えー、いなかったということで、あのー、来年に向けてこれは覚えておきたいというところですね。えー、その中で、まあ、ワンダイレクト。先ほどエラクさんもおっしゃいましたけれどもね、ワンダイレクトの若かっこマステークスが、まあ、結果的にその、完全に抜け出すところをね、こう、ちょっとこう空を使っての節もありましたし、甘くなったところ、 前にラブレアにね、刺されたんですけれどもね、えー、本当にこれは勝ちに等しい2着でしたし、デビュー戦同じ中京コースで勝った時は、しっかり中断で我慢して、ゴール手前でこう、グイッと人伸び。この時起乗したのがルメールクシということで、ルメールクシも反応の良さとかね、そのあたりどういうふうに足を使えばいいかなっていうのは、よくご存知だと思いますので、今回も適切にね、えー、ちょうどよく足を使わせてくれるんじゃないかと。で、今週右回りのシートコースの追い切りだったんですが、コバオープン乗るか反るかという馬をね、馬なりで、のまま、 追走導入ということで非常に動きも良かったです。初めての中山コース、右回りもね、十分対応できると思いますし、勝ち負けになると見て、えー、まずね、私も買い目はだいぶ絞りまして。 バレンでワンダイレクトからトップナイフ、タスティエーラですね。タスティエーラトップナイフか。こちらに2点。えー、3連複こちらワンダイレクトと、えー、タスティエーラ。こちらの2等軸で相手も絞ってね、えー、4等、4点で外名を絞ってなんとかプラスになるようにね、えー、したいと思います。やよ賞ディープインパクト綺麗の展望は以上でございます。サイラさん、東西でいよいよトライアルレースが 行われるようになりました、ね。そうですね。おぉ<ー>、はい、が近い。もね、はい、含めまして、花粉の飛散とともに、トライアルが始まりました。<laughs> はい、今年はね、暖かいですしね。<laughs> あそうですね。桜の開花も早そうなんで、はい。まあ、阪神競馬場大変かもしれませんけどもね。<laughs> まあ、増援造家の方も苦労される感じです。えー はい。僕らもちょっと頑張りたいですね。野球者取大班のね、皆さんはもうんとこれからなかなか忙しい時期に入っていく,いくわけですし、まあ、G1 レースもね、もうすぐまた G1 シリーズ始まりますんでね、はい。まあ、競馬が盛り上がる。 一番盛り上がる時期っていうのはもうすぐそこでございます。そんな中ね、皆様のお役に立てますように、そういう情報、予想を提供すべく、トレセン競馬場編集部でスタッフ一度頑張ってまいります。研究ニュース、競馬ブック、勝ち馬の当日版、そして週刊競馬ブック、競馬ブックウェブ、競馬ブックスマートをね活用していただき、常実した競馬ライフをお送りください。競馬ブクティームトーク、次回もどうぞお楽しみに。本日はご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。